なにこれ、なにマジッククリスタル、宝石を手作りできるって。なんか水色が好きです。すごいすごいすごい、わあよかった。なんか水色みたい。わあ、作ってみましょう。はい、ハイスタイひなノートのひなのです。今日はこのマジッククリスタルで水晶を作りたいと思います。まずこの紫の粉を入れます。あ、粉を入れます。こぼさない、全部入れる。量がすごいですね。次にお湯を入れます。混ぜます。手袋しなくてもいい。混ざりました。蓋をして常温になるのを待ちます。温度が下がってきたので、この台を入れたいと思います。こっち向きです。いい音してこぼれた。これが水晶の種です。あとはね、24時間待つんだって。24時間経ちました。蓋を開けます。なんや、この黒い色があるから見えんやん。ここに置きました。あとはほこりがないところに置いて育てます。さあ、10日経ちました。クリスタルはどうなってんでしょうか。この奥に、あ、なんかベトベトみたいなのが見えると。うわ、すごい横にいっぱいついてしまったね。じゃあこの水を、水溶液をこの中に捨てきるかな。じゃあこの中に捨てますよ、 水溶液を、はい、せーの。さあ、できてる。 あできてる。おお、すげえ。すげえすげえ。すごいすごいすごい。わあ、よかった。だけどなんか水色みたい。できてる。すごい。すごい、できてよかった。じゃあパパに交代します。お願いします。はい、じゃあちょっとパパ、どうやって撮っていいのかわからんけど。怖っ。やば、外れるよ。外れる。わ、ちょっと壊れた。わあ。さらに置いて。さらに置いていい？すげえ、できてる。わ、ちゃんとできてる。嘘やろ？簡単にできるんだ。横5センチ。高さ 3.5 センチ。10日間かかったけど、こんなすごいものができるとはびっくりです。失敗すると思いました。皆さんもぜひやってみてください。バイバイ。見てくれてありがとう。チャンネル登録してた？ひなノートまた見てね。チャンネル登録よろしくね。